したたかなんです。したたかなの、うん、うわでももう私と京子が知らない間に、うん、なんか彼氏とかいて、えそれで結婚、前場に結婚したじゃない。そうですよ、前場にいる時に結婚したの。そうですよ。そう、あ、前場にいる時だったかな。私はその時はもう分かんない時だな、はい、あ、本当に。そうです。え、彼氏いたんだ。いた、いて、いるのも知らなくて、うん、うん、いるみたいな、後から教えてもらって、知らという。そうなんです。本当に、はい、そうなんだ。だから相談しないの。その時のじゃあ付き合ってた方と今ご結婚なのかな。はい、そうです。あ、そうなんだ、はい、じゃあずっと育んで、はい、愛を育んで結婚。へえ、それ同期も言わずに、うん、言わなかったです。面白いね。面白い人だね。本当、なんかあの上辺だけっていうか、はい、あの本当に先輩後輩でしかマリちゃんとは接したことなかったから、んあんまりそんな深く考えなかった、ね、深く扱わなくていい人だと思ってた。前女がこうしていきますよって言ったらそこでバーンってみんなで行く人の一人だと思ったから、行かない人にはなんかやらなくちゃいけないじゃない、はい、だけどもう全然ノーマークだよこの人は。もうやりますよしたらピッて行く人だと思ったから、ね、はい、全くあれだったけどね。で怪我が多い方なので、うんうんうん、休んでる期間がとても長いですよ、うん、吉田は、うん、なので、うん、先輩ももう、うん、怒ることもないじゃないですか、うん、だからあんまり、はい、怒られたりすることもないし、うんうん、まあ、怒られるの試合で当たった時ぐらいですかね。感じ、はい、ああ、そうだったんだ、うん、なんかほら舞ちゃんってすごい一生懸命でなんかちょっと怒るとすぐ泣いちゃうからまあちょっと言えば分かってんだろうなみたいな感じでみんな見逃す人だよね、うんうん、そうですね、そうですね、そういう生き方、はい、そうです。で合宿とかも、うん、あの年に何回かあったんですけど、うんうん、その合宿の時に必ず何かが起きるんですよ、うん、あのやっぱりそこでいろんなあの選手のいろんな、うん、字字が出るじゃないですか、うん、バリとか出てきちゃう、はい、だからそれでバレてきちゃう。そうなんです。それで怒られたり、うん、なんかちょっといじめられたりとか、うん、そういうのがあるんですけど、うん、吉田は怪我をしているから合宿あんまり出てないんですよ、だから、まあ、かわいそうとか、うん、そういうイメージもあってか、うん、先輩から、まあ、2人が強いからね、イメージが。そうそうですね、WNのインパクトすごいからだから吉田はかわいそうな感じで、うん、かわいがられてたりとかしてましたね。生意気なイメージだったり、うん、京子もほらできてすごいそうです、ね、イメージだったり、はい、でかわいそうなイメージだったんだね。じゃあそうそうです、はい、だからいじめられなかったんだ、うん、あんまりいじめられてるイメージはないですね、うんうん、あの今言ったけど合宿でボロが出ていろんな問題が起きるっていうのね、はい、あったんですよ。なんかありますよ ね、 必ず。あの普通の普段の練習で、はい、そこからみんなで試合に行く、うん、で帰ってきて反省会で、うん、終わりっていう一日じゃないから、はい、合宿だと1週間とかずっと朝からままで一緒にいるからその中で隠しきれずに自分の、ね、はい、字が出ちゃうっていうかボロが出ちゃう時にね、うん、でも自分と京子はいつもそんな感じなので、うん、あんまり合宿の時も変わらなかったんですけど、ずっとボロ出たからね、はい、ずっとそうだから、はい、あんまり変わらなかったんですけど、やっぱり他の人が結構隠してる人が、そうだね、いろんなものが出たりとかして、なっこたちの影に隠れて、はい、本当はボロがあったんだけど、こっちが先に出ちゃってたから、はい、じゃその人たちがやられたんだ、はい、例えばどういうのあった逃げ出したりする人とかもいて、うん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 、その辺ですかね、うん、合宿中に逃げたりとか、合宿中に、はい、うんうんうん、逃げたりとか、うんうん、嫌な顔とかしたりするじゃないですか、うんうん、できなくなってくると、うんうん、でやっぱり辛いことが続くからみんな、うん、ちょっとずつちょっとずつ時間出ちゃうんだね。そうなんです。そうだね。あ、そうだ、嫌な顔とかもう出てきちゃうぐらい、はい、もう本当に密着なんだね。そうなんです。でももう自分と京子はそういうのはもう通り越ししちゃってるから、うん、みんなあんまり そこはあんまり気にしないんですよ先輩が。でもやらない人がやると、うんうんうん、なんかやっぱり気になるでしょうね、うんうんうん、はい、そうだね。何今ちょっと嫌な顔したみたいな感じで、うん、そうね、何ってだん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 それがみんなに分かってきちゃって、はい、でちょっと夜来てよみたいな、そうそう、ね、呼び出しがあったり、はい、怖い世界ですね。若かったです ね。私ね、一個だけで抱っこがね、はい、怒られてっていうか、ごめんなさいね、その前にここの席っていうのはいつも私東道館でいつもあのやってます、トークショーね。で私いつもミニスカート履いてるから、ここはもう私のパンツ見えちゃいます、すいませんっていう席なんです。よかった、今日ね女性の方だったんで、さっきからちょっといろいろ見えてると思うんですけども
でもスパッツ履いてますもんね。スパッツ履いてます。見せ見せ見せパン履いてますっていつも言ってんだけど、今日いるの忘れちゃったから、放射さんみんなドキドキしたらまずいと思って。今頃言いました。いろいろ見えてすいません。すいません。ここがね、なんかわかんない、あのね、新人だからいろんな決め事があったかもしれない。洋服装だったりね、セコンドに着く時の服装だったりとか、いろんなのがあったと思うんだけども、ダッコが怒られたのでね、なんか靴下の色、ああありました、ね、ありました、はい、怒られたよね、はい、怒られました。蛍光ピンクの靴下履いてました。だったんだ、はい、なんかね、しかも休みの日ですよ。休みの日曜日、セコンドじゃなかったんだ。違います、日曜日の、うん、日曜日で試合がない日だったんですよ。だから何もないじゃないですか、うんうん、何もない日で、だから何着てもいいやと思って、うん、寮にいたら先輩が来て、うん、でピンクの靴下履いてたんですよ、蛍光の、うん、蛍光の。そしたらその翌日に怒られたんです。マジで、皆さんピンクの蛍光の靴下履かないようにしてくれ怒られてしまいました、ね、怒られました。本当に、でも試合のない時でもそういうのあったんだね。はい、はい、なんで寮に来たのかは分かんないですけど、あのちょっといきなり行ってみよう、ピンクで履いてるかもしれないからそうなんですかね。それは覚えてる、なんかそれで、はい、その噂があの広まって、でも私はセコンドに入ったのかと思った。噂はほらどん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 変な風に変わっていくから、はいはいね、伝言ゲームでね、はい、だん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 試合中にみたいになっちゃったりとかするから、そうそうそうです、ね、セコンドで履いてて、はい、なんかまあ大体新地は白とか黒とか、うん、そうそうなんかそんな感じだったのかな、はい、それが蛍光ピンクだったみたいな。じゃあそれで怒られたんだ、はい、でも蛍光ピンクの靴下を履いちゃいけないとか、うんうん、T シャツがピンクだったらダメとか、うんうんうん、なかったんですよ、そういう決まりが。あ、そっか、はい、あ、だからね、だっこちゃんの性格はこういう性格なのよ。だからあの決まりがなかったから来てもいいですよね私みたいな。決まりなかったからなんで怒られてんだろうなっていう。多分これが中堅以上とか何かになっちゃえば全然誰も文句は言えないと思うんだけど、やっぱ新人の時でしかも目立つダブル E の上での一人だから何をやっても怒られるからちょっと静かにしてよっていう気はないんだよね。ないんです。だからなかったから上に行けたんだよね。残れたんでね。最初はあったんですけど、うんうんうん、やったすごい影になってても、うんうん、井上二人前みたいな感じだったので、そかもう影になってても言われちゃうんだったらもういいかって、うんうん、やっちゃえみたいな、はい、そうしてました。そうだったんだね、はい、でも、まあ、悪いことはしてないと思うんですけど、タバコぐらいね、タバコ隠れて夜中に住んでるぐらいでね、はい、まあでもまあ見て残ったんだからよかったし、そこのいろんなことはこうくぐり抜けてきた来て今だから ね、 そうですね、はい、あとあの目立つっていうことはお客さんにも目立つってことだから いいことなんだからさ、本当はね、はい、よくよくあの最後まで残った人だったらこれは良かったことだねってなるけど、途中で辞めちゃった人はもうしょうがないけども、あの先輩にも目立つってことはお客さんにも目立つんだから、それはもう一番いいことだよね。あ、そうですね、私もそうだった。あ、まあ、体大きかったし、なんかこうドシンドシンドシンってあの仕事とかも遅かったから、はい、何でも目立ってたけど、お客さんにも目立つんだろうなっていう、何あのなんかちょっとあの鈍い人みたいな感じで、どんなイメージでもいいんだけども、まあ、目立っただろうなと思う。中野さんが、一番新人の時に、うん、砦に試合来たんですよ、うん、茨城の、うん、それでお父さんに頼んで見に行ったんですけど、あ、来たんだ、はい、うん、でその時もノリさんのファンで、うん、縦のノリさんの、ね、はい、でもノリさんもまだミミさんの歌のお付きっていうか、うん、歌歌ったらリングの上で3回やってたじゃないですか、うん、それのノリさんは CD、あ、うん、レコード渡してとかペン渡してとかいう人をやってて、うんうんうん、